おお。バット振ったからかもマジで。この練習器具、ベスコンスイングバット。この左足の前でこう鳴らす。どう？オーバースイング本当なくなるかもこれ。でめっちゃ綺麗。これ振っただけなのに。です。そして今日マイケルさんとコラボです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、1個前はあの木に近づいた時のボールの打ち方、うん、教えていただいたんですけど、はい、今回は、ね、今回ね、はい、最近やっぱラウンドでエースを対応してるってこと、うん、そうです。エースのアプローチですね。もともとアプローチ上手だったんだけど、やっぱ全部ほらカツカツっていうアプローチで出ましたね。はい、結構一点勝負でやってて、まあ、それも上手くてよかったんだけど、うん、もうちょっとこの、ソールを滑らして、いわゆるバンスを滑らしてくるようなアプローチを覚えた方がもっとバリエーションよくね、そうですね、あ、増えるよねっていうと、はい、打てる球質が増えてくるじゃない、うん、はい、うん、まあ、ミスはやっぱ S のアプローチの方が少ない気がしますね、うん、そうですね、はい、そう、だから安心感があるね、うん、そうですね、うん、ミスがミスにならないアプローチ、そうですね、はい、まあ、そういう、まあ、あの S の究極、はい、ロブショット、ロブショットの仕方、ね、多分苦手なんですよ私ね、きっと。あ、そうですか。あ、そう、苦手かもしれない。あ、これできないから。そうです。これだね。いわゆるワンレバースイングね。そう、ワンレバースイング、ワンレバースイングだから。絶対直したいんだけど、もうこれだけは、ね、これができないんですよね。だからきっと S の究極、究極はちょっと今日もしかしたら再現できないかもしれない。できなかったらもうできませんでしたの、ね。あ、そうですね。ね、一生懸命やります。一生懸命やりましょう。はい、じゃあロブショット。はい。ロブショットね。いただきます。さあ、ロブショットっていうのは、はい、クラブをボールの下にどれだけこう滑り込ませることができるか、うん、これがロブショットなんですね。はい、これがあるかもしれないですよね。はい、だからショットの中で基本的にショットってあのアイアンとか全部ハンドファーストじゃないですか。はい、だからバンカーとか、そういうロブショットに関してはいわゆるハンドファーストで打たなくていいショットなんですよね、うん、なのでやっぱりここがシュッと抜けなきゃいけないんですよ、うん、だからさっき言ったようにあまりこういう腕の使い方だとうまくいかない、うまくいかない。ゴルフってね、振り子って言われてるじゃないですか、はい、振り子、うん、でも振り子の中でも単純な振り子じゃなくて、うん、二重振り子っていうものですね。まだ肩から手でも手から比べてもこれ振り子も2つついてる、うん、だから、基本的にクラブっていうのはこう奥にもこれ飛ばなそうじゃないですか、飛ばない、そうじゃないですか、ここがレバー、あー、こうやって振り子が2つになるから距離が出るわけですよね。で、ロブショットをやるときに絶対的に見ないこれだとロブショットにならないんですよ、はい、やっぱりバンカーもそうなんですけど少しフォックが入って、うん、シャッとこういう風に振れないといけないんで、まあ、今日そこポイント、はい、はい、わかりました。じゃあ大丈夫ね、58度、はい、で、ロブショット1回やってみましょうか。私が、はい、うん、あ、でもこれが打つときにどうなってるかはちょっと、ああ、じゃあいきます。結構強めの球でした。はい、一回ちょっと僕やりましょうか。お願いします。はい、できないです、やっぱ。あ、できないですね。そう、今みたいに結構なんかパコってなっちゃう。今のは結構もう構える段階でロフショットにならない。で、もうロフトの方は普通に立っちゃってるんで、これでうまくいってもボールがファッて柔らかくならない。うーん、基本的にロフショットってもうこうやってそこまで、そう、感覚的にもう地面とここまでこう、まあ、平行って言っちゃったらいいかもしれないですけど、うんうん、そう、こういうふうに送ればね、そう、それぐらいがね、いいと思います。で、そうやればやるほどこうやってバランスの部分が飛び出してくるんで、うんうん、そうですね。コースで言うとカチカチのフェアウェイとか砂の月の上からロブショットって基本的にできない、はい、だからここまでが芝で埋まるようなライじゃないけど、なるほど。だから練習場ではこうやって低いってやるじゃないですか、うん、低いっていうにこうやってボールを置いて、だからちょっと浮いてるとこじゃなきゃ、そうそう、浮いてるとこじゃなきゃ、で、こうやって構えて、天井に当たるぐらいにして、
だからやっぱりこう僕ら結構昔研修生とかあの練習する時代の時に、はい、練習場のこのひさしの屋根にね、うん、まあちょっとそんなことやっちゃいけないと思うんですけど当たらないですよ絶対当たらない設計されてるんですけど、うん、当てるぐらいのイメージで打てる練習場、はい、だこうやって開いてまあこう低いティーをしてやっぱりポイントはしっかりとコックを入れるコックを入れる嫌でじゃないですか嫌ですね嫌じゃないですかでコックを入れたらこっちもあのコックが入るんですけどこの時にこのフェース面が最後自分の顔を見て使うっていうのまあちょっとやってみましょう苦手だよねノーコックだね寝かすそうそうそうこんぐらいこんなにできるあそうそうそうちょっとハンドダウンハンドダウンダダンダダンこれねこうねそうねコックの入れ方って左手を押していくああねこうやりましたこうねそう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 でちょっともうなんていうか早く振ろうと思うんですえ体の向きとかはあのねちょっと奥にすぎかもしれないうんであのまっすぐ構えてで、うん、おーいいめっちゃ上がるじゃないですかそうだからまずこの構えコックですねだからコックですねコックですでこれそう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 これめっちゃ上がる、はいはい、こうやってインドアで綺麗にバックスピンかかるとこうやって戻ってくるんですよ、うん、だから今ねめちゃくちゃ綺麗にゴルフ場でできてるじゃないですかこれゴルフ場でやるの難しいなだからこれってロブショットを使う局面ってもうこれを打たないといけないっていう局面だけなるほどあんまりないと思うだからじゃあ例えばここに来た例えばバンカー越えのピンが近いピンに対してここパー取らなかったら絶対に負けちゃう、ま、負けちゃいけないみたいなのあるじゃないですかあとなんかあるじゃないですかはい対決も対決もありますね、うん、でここはあの勝負でそれを普通にアプローチしてたら、うんもうワンピン、ツーピンいっちゃおうみたいな、うんうん、でそこはもうそこはチャレンジって言ってライが OK だったらこのロブショットを使うぐらいな感じでなるほどそう普通のストロークプレーでそういうリスキーのショットは別に選ばなくていいと思います、はい、でもやってみたいですねちょっとねこれそうだからできますよ今みたいにできるわけですよ、うんうんうん、そうさあもうこれはやったことなかったですそうだからポイントはコックを入れることなんですけど、うん、っていうのは手が浮いてしまうとやっぱり鋭角に入ってきちゃうので、うんやっぱ低いところでクラブがこうやって動きてるんですよあんまりこのロブショットで結構、バックに打ち込むみたいなイメージを与えてる方が結構多いんですけどこうやって当てちゃうと、まあ、こういうふうに向かってくるじゃないですか、うん、じゃなくて低いところでこうやってこういう動きをしてるんだねすごいなるほどねあそうですそうすごいなだからコックが入らないそうそうそう押してる押してねそうで押してきたのをそうあーこれはぜひやってみてもらいたいですねできましたねできますだから練習場でもうちょっと練習しててあ練習しないんですよね練習しないからなんですよ、まあ、ただ見てる方結構練習されてるあそうですね多いですよねそう、うん、練習って結構ちょっと集中力が切れて慣れちゃう時間があるんですよね、はい、でそういう時にあのこうやって遊び心を持って練習してあげるそうチンポン芝はやっぱり跳ねてしまうんでやっぱりこうやって一番低いティーにして、うんうん、あのフェースをもうできるだけ開いてどこまでボールが上がるかっていうね、うん、あの遊びをやっていたりこういうの遊びじゃないと終わりない、うんうん、ですね、はい、皆さんもぜひロブショット S の究極のアプローチですね究極の S 究極の S、はい、ぜひやってみてくださいはいバンカーも上手くなりますお、はい、青木バンカージュンです青木バンカージュンこれ多分知らないじゃん、ね、何それ何でもないです何でもないですモグリだったミドルネームミそんなのあったんですかそうです知らなかった全然突っ込めないですけどそうですね膨らまなかったですね膨らまない、はい、ということで終わりにしたいと思います終わった方がよろしいよ終わった方がよろしいよ終わりにします、はい、終わりにします